近畿日本鉄道のダイヤ変更1987年までの近畿日本鉄道ダイヤ変更本校では第二次世界大戦の終了以降1987年までに実施された近畿日本鉄道ダイヤ変更について記述する。実施されたダイヤ変更に関しては資料や出典などで判明可能なものに限って記述し判明不可能なダイヤ変更や極警備なダイヤ修正 および臨時ダイヤは一部を除き記述を割愛している。また、路線名、駅名、車両形式名は時系列で掲載している。なお、1947年6月1日に南海電気鉄道に分離された各路線のダイヤ変更については省略するとともに他社を合併して、 近鉄の運営に経営移管された各路線のダイヤ変更については近鉄運営時代のダイヤ変更を主体に記述し合併前のダイヤ変更は簡潔に記載している本記事で単に特急と表現した場合特急料金を必要とする特急を指す1988年以降に実施されたものは1988年からの近畿日本鉄道ダイヤ変更を参照 奈良線の山和最大寺駅近畿日本奈良駅間、及び柏原線の全線と、相互直通運転を実施していた奈良電気鉄道が、伏見駅桃山五両前駅間のルートを変更し、堀内駅を隣接していた京阪神急行電鉄の丹波橋駅に統合し、共同使用駅として乗り入れ、この日より、新たに阪急京阪線とも片方向き直通運転を開始したことによる、 ダイヤ変更を実施した。近鉄では、近畿日本奈良駅及び、柏原神宮駅駅発着の列車の一部が、この日より開業した奈良電気鉄道と阪急との共同使用駅である丹波橋駅から同線にも乗り入れ、近鉄を含めた3車による直通運転を開始した。同年の6月1日には、大阪線の都市乗り道駅、月山駅、新菅駅が休止された。 休止していた伊賀線の伊賀神戸き西なばり駅間、及び広小路駅と神林駅、山田線東松阪駅の営業再開などによるダイヤ変更を実施した。同日より奈良線と大阪線、山田線では急行が設定された。当時の奈良線急行の途中停車駅は鶴橋駅、石切駅と近畿日本伊駒駅近畿日本奈良駅間の各駅であった。 大阪線、山田線での途中停車駅は、鶴橋駅、大和八木駅、名張駅、伊賀神戸駅、伊勢中川駅、松阪駅、山田駅であった。直前の3月1日より、休止されていた大阪線の都市乗り道駅、月山駅、新菅駅が、ダイヤ変更後の6月1日には、南大阪線のこぼれ口駅が、1ヶ月後の7月1日には、 長野線の富田林西口駅が、それぞれ営業を再開した。同年7月13日には、名古屋線の川越駅が廃止され、これに関連して、富津原駅が、旧、川越駅寄りに移転したが、同日にダイヤ変更を実施していたかどうかは不明である。その後、同年12月25日には、南大阪線の柏原神宮、西口駅が営業再開した。 この変更より、近鉄特急が運転を開始した。名阪特急が、上本町駅伊勢中川駅間と伊勢中川駅、近畿日本名古屋駅間で、各に往復設定され、名阪間を4時間03から07分で結んだ。設定当時は、大阪線内及び名古屋線内のみの運転であったが、現在とは異なり、両列車とも名阪特急であった。なお、 上本町駅業のみ、鶴橋駅に停車した。愛称は、上本町駅発が、鈴鹿、近畿日本名古屋駅発が、カツであった。その他一般列車のダイヤも変更された。同年の3月1日には、名古屋線の黄金駅の営業が再開された。その一方で、同年内に、伊勢線の松坂北口駅を廃止している。この年の6月1日、旧、 南海鉄道の路線である南馬営業局を分離し、分離先は南海電気鉄道の路線となったため、近鉄の路線は大きく減少した。特急をスピードアップし、名阪間を3時間55分とした。この時点での大阪線、山田線列車の停車駅は、急行は、 上本町駅名張駅間の区間列車も含めて1946年3月15日変更時と同じ上本町駅名張駅間の準急は、鶴橋駅、不施駅、高知山本駅、高安駅、河内国部駅、近畿日本下田駅、大和高田駅伊東の各駅であった。準急は近畿日本八尾駅には止まらなかった。この後1952年までに、 上本町駅う治山田駅間の急行は、佐田駅に一部列車が停車し、1955年までに区間運転の急行は、大和高田駅、桜井駅、灰原駅にも停車、準急は2021年現在と同じ停車駅に変更され、新たに名張駅う治山田駅間にも準急が設定されているが、どの時点で変更されたかは不詳である。 名阪特急の大阪線内列車を山田線の宇治、山田駅まで延長した。これにより、同系統は、堺特急に改称した。途中、伊勢中川駅及び、山田駅に停車した。また、同日に、特急列車で、車内販売の営業を開始した。その他一般列車のダイヤも変更された。同年の1月1日、南大阪線の高田町駅を、 高田市駅に改称した。名阪特急、万位特急をそれぞれ1往復増発し、いずれも3往復の運転となった。また、名阪間が3時間25分にスピードアップされた。その他の一般列車もダイヤが変更された。同年の12月1日には、奈良電気鉄道を介して三車相互直通運転を実施中であった京阪神急行電鉄が、 京阪電気鉄道と分離したため、阪急なら電気鉄道近鉄の3社直通運転は、京阪なら電気鉄道近鉄との直通運転の形態に変更された。同年、南大阪線では21年ぶりの新形式車両となった9 6 8 0 1系後の6 4 1 1系が運転を開始した。特急の所要時間短縮が行われ、 名阪間は3時間05分、万位間は2時間09分となった。この変更より6401系特急車が運転を開始した。この年、八重の里駅付近に八戸の里車庫が開設され、河内小坂駅付近にあった小坂車庫は八戸の里車庫への移転により廃止された。これにより、河内小坂駅折り返し列車は、 八戸の里駅まで延長され消滅した。特急が増発され、上本町駅宇治山田駅間が5往復、伊勢中川駅近畿日本名古屋駅間が4往復となった。伊勢中川駅で名古屋方面と連絡しない特急については、伊子と命名された。また名阪間が2時間55分、万位間が2時間で1分にスピードアップした。午後初の特急には、 上本町駅発はあった、近畿日本名古屋駅発は何話の愛称がついた。この年の大晦日、戦前以来途絶えていた終夜運転が復活した。特急が増発され、上本町駅宇治山田駅間、伊勢中川駅近畿日本名古屋駅間が、それぞれ6往復となった。伊勢中川駅で、すべて、名古屋方面と連絡するようになり、椅子図が廃止された。 京阪本線奈良電気鉄道近鉄柏原線の3社直通となる三条駅柏原神宮駅駅間の急行を運転開始した。この急行は1955年までに廃止された。奈良電気鉄道近鉄奈良線直通となる京都駅近畿日本奈良駅間の特急が朝夕にを往復運行開始した。上本町駅近畿日本奈良駅間の 特急運行開始に2年余り先立ち、近鉄路線上で初めて設定された料金不要な特急であった。途中停車駅は丹波橋駅、大和西大寺駅であった。これに関連して、奈良電気鉄道の出幅1200系電車が運転を開始した。特急がさらに一往復増発され、上本町駅宇治山田駅間、伊勢中川駅近畿日本名古屋駅間がそれぞれ7。 往復となった。愛称に、終わり、アスカが加わり、上本町駅発は、発車順に、鈴鹿1.2号、あった1.2号、終わり1.23号、近畿日本名古屋駅及び宇治山田駅発は、葛城1.2号、何は1.2号、アスカ1.23号とされた。特急の所要時間短縮が行われ、明半間が2時間48分となった。 奈良電気鉄道近鉄奈良線直通となる京都駅近畿日本奈良駅間の特急が6往復に増発された特急の所要時間短縮が引き続き行われ名阪間が2時間42分となった名古屋線の川原町駅宮間道駅間の全工事カーブ解消のため経路を変更し同線の四日市駅を廃止した従来の諏訪駅を 現在の近鉄四日市駅の位置に移転し、近畿日本に四日市駅に改称した。この時まで、急行、準急は、諏は四日市の両駅に停車していたが、この時より近畿日本に四日市駅の一駅の停車となった。なお特急については両駅とも通過していたため、所要時間は短縮されたが、停車駅には影響はなかった。 上本町駅不正期間が複々線となり奈良線の列車と大阪線の列車の線路が分離されたことにより実施された。同変更以前は大阪線列車も奈良線列車と線路を共用していたが大阪線列車は奈良線基準の600ボルトの河川下を走行する関係上電圧の違いで速度が落ちてしまいこれを補うため今里駅を通過していたが 線路分離により1500ボルトの大阪線用の線路が設置され、この制約もなくなったため、大阪線の列車も今里駅に停車することとなった。なお、分離直前、ラッシュ時には1時間あたり36本もの列車が1本の線路に運行されていた。奈良線では、料金不要の特急が運転を開始し、特急の所要時間は約30分であった。 上本町駅近畿日本奈良駅間では、鶴橋駅と山和災害寺駅のみ停車していた。車両は800系が限定運用されていた。その他の列車では、有料特急のスピードアップが実施され、上本町駅伊勢中川駅近畿日本、名古屋駅間の乗り換え時間を含む、所要時分は最速列車で2時間35分となった。 奈良電気鉄道近鉄奈良線直通となる、京都駅近畿日本奈良駅間の特急が12往復に増発された。また、京阪電気鉄道奈良電気鉄道近鉄奈良線直通となる三条駅近畿日本奈良駅間の直通列車及び京都駅京阪宇治駅間の直通普通列車が、毎時それぞれに往復から1往復に削減された。 加えて、奈良電気鉄道乗り入れ順急の京阪本線内の停車駅が各駅停車から急行と同じに変更された。直前の3月21日2944年1月7日より休止となっていた市議工作線の営業が再開されたことにこうして実施され、大阪線と市議線との直通運転が開始された。日中及び夜間に毎時2本ずつ、 上本町駅、高安駅間の普通が、上本町駅市議山口駅間に変更されると、共に、朝夕には、上本町駅市議山口駅間の準急も設定された。このダイヤ変更に関連して1460系が運転を開始した。この変更は、南大阪線系統を中心に実施した。南大阪線では輸送力増強工事の完成により、 日本の電車で初の高価減速車両である6800系を導入し、6800系ラビットカー限定の運用が設定され、高価減速性能を活かしたダイヤでの限定運用となった。6800系は、この当時は普通のみではなく、準急や急行でも一部運用されていたが、逆に普通でも旧型車を使用する列車もまだ数多く、運転されていた。 当時の6800系の運用範囲は、南大阪線のほか、幹線であるものの当時、腕木式信号機が残っていた、長野線や古書線のみの限定運用であり、道明寺線や吉野線へは入線を行わなかった。なお、6800系は、同年9月12日に公式市運転を実施このダイヤ変更を待たずに、同年10月18日より運転を開始した。 南大阪線、吉野線系統の急行の停車駅が変更された。従来停車していた河内松原駅、藤井寺駅、道明寺駅の3駅が通過となり、大阪安倍伸橋駅古市駅間無停車となった。ただし大阪安倍伸橋駅河内長野駅間の、急行は、河内松原駅、藤井寺駅、道明寺駅停車のまま、この変更以降も急行を名乗った。 上本町駅宇治山田駅間及び、伊勢中川駅近畿日本名古屋駅間の特急が2、往復ずつ増発された。相性は整理され、上本町駅発が、発車順に、鈴鹿1から4号、あった1から5号、近畿日本名古屋駅及び宇治山田駅発は、桂木1の4号、何は1の5号となり、終わり、明日が廃止された。また、 このダイヤ変更より1万系と6431系が運転を開始した。1470系この年は、大阪先初の4、扉車である1470系や、2017年11月現在では、近鉄最後の東洋電気製造製の制御機を使用した6441系も運転を開始している。1100系。 同年九月二十六日の伊勢湾台風で被害を受けた区間の復旧及びこの復旧の関連工事として行った近鉄県湾の名古屋線、神戸線改めき工事春行に伴い同日にダイヤ変更が実施された名古屋線及び神戸線は改めき準備として並行して路盤の強化を行い大阪線、山田線所属の重量級大型車も入線が可能と なり、また、大阪線、山田線所属の車両を、名古屋線に転属させて、神戸線を含めて、共通運用を実施することも可能となった。これを機に、第二次世界大戦前より構想が練られ、またやはり近鉄の懸案であった、名阪直通運転を開始し、これに伴い特急列車の運転区間が変更され、上本町駅、宇治山田駅間、ト伊勢中川駅、 近畿日本名古屋駅間の2系統から、上本町駅伊勢中川駅近畿日本名古屋駅間と伊勢中川駅宇治山田駅間の2系統に変更したが、約1ヶ月後にダイヤ変更がすでに計画されていたため、この時点では改正前とほぼ類似した暫定的なダイヤで運行された。直通開始により、所要時分についてわずかに短縮され、 近畿日本名古屋駅行きは2時間27分、上本町駅行きは2時間30分となった。名古屋線改め機により、同線は大阪線だけでなく、山田線とも直通が可能となったため、一般列車もダイヤが変更され、一部は名古屋線と山田線及び大阪線との間を直通する列車も、暫定的に運行されるようになった。逆に改め機の対象外となり、 線路が分断された伊勢線と養老線は名古屋線との直通運転が廃止された。この変更より1100系と1600系が運用を開始した。同年7月15日には山田駅が伊勢市駅に解消された。国鉄三宮線も同様に解消した。創業50周年を迎えたこの年のダイヤ変更は前年1959年11月の 名古屋線及び神戸線の期間拡幅工事竣工によるものである。前年の名阪間直通運転開始に続き、この変更では名古屋線から山田線伊勢方面への直通運転を本格的に開始した。このダイヤ変更での主な変更内容は以下の通り、特急網の再編成、及びこれによる定期運行の特急の列車相性の廃止。 なお、名阪準特急との接続用として、伊勢中川駅宇治山田駅間のみ、運行の特急も引き続き設定。一般列車における、名古屋線山田線総合間の直通列車が、本格的に運転開始。なお、名張駅宇治山田駅間で運行していた準急を、近畿日本名古屋駅発着の急行に振り替えたため、伊賀神戸駅伊勢中川駅間の準急は消滅した。 1959年12月12日変更で暫定的に実施していた名古屋線、神戸線への大阪線所属車両の大阪線、山田線への名古屋線所属車両の本格的な入線の開始。上本町駅近畿日本名古屋駅間の名阪直通急行が運転を開始。なお、直後の2月1日にも名医準特急が1、往復増発された。 中川短絡線が完成し、名阪港特急が経由するようになった。一般列車では、近畿日本名古屋駅、塩浜駅間で、毎時日本運行されていた準急が、神戸線の伊勢神戸駅まで延長された。この頃大阪線では、従来の急行のうち、上本町駅松阪駅間の区間運転列車を分離する形で、通勤急行が設定された。なお、 区間運転列車は、以前から、上本町駅宇治山田駅、近畿日本名古屋駅間の急行の停車駅に加えて、大和高田駅、桜井駅、灰原駅にも停車していた。大阪環状線の開業に伴い、これまで、上本町駅業のみ、鶴橋駅に停車していた、高特急が、両方向とも停車するようになった。九百0八百二十 k 7 0 0のの里駅。 氷炭酸駅駅間の建築限改革大工事、竣工などによるダイヤ変更が実施された。この変更で900系が上本町駅、氷炭酸駅間の普通で運用を開始した。奈良線では900系の他に820系の運転も開始し、800系と同様に主に特急に運用された。この他、大阪線では通勤急行と準急の中間の 性格を持つ種別として、通勤時間帯の上本町駅名張駅間に、区間休校が設定された。停車駅は、鶴橋駅、不施駅、近畿日本八尾駅、高知山本駅、高安駅、河内国部駅、近畿日本下田駅、大和高田駅、大和八木駅、桜井駅、長谷寺,寺駅、灰原駅、室内口大野駅、赤目口駅であった。休校は、 佐田駅に全列車が停車するようになったが、上本町駅松阪駅間の通勤急行は停車しなかったため、選択停車の状況であった。また、日中の大阪線上本町駅発着の列車が大幅に増やされ、準急が従来の2本から4本に、普通が6本から8本に増加した。この時に確立した河内国部駅灰原駅間の、 急行通過駅の日中1時間あたり3本、体制は2018年変更で急行停車駅を追加した際に、五井道駅山と浅倉駅間に変更されたが、現在でもほぼ変わっていない。特急関連では、名阪特急が増発され、高特急は一部時間帯を除き1時間間隔で設定された。この年の1月22日、伊勢線は廃止された。また、 同年は900系、820系の他にも1400系と1480系が運転開始した。なお、このダイヤ変更当時は、名古屋線の桑名駅を午前4時53分に発車する宇治山田駅行準急が設定されていたように、一部の線区で午前4時台に始発駅を発車する列車も設定されていたが、 その後1967年12月20日変更で午前4時台に、始発駅を発車する列車は廃止され、現在は、始発列車は午前5時以降の運転となっている。上本町駅松坂駅間の通勤急行も、佐田駅に停車するようになった。また、大阪線上本町駅発着列車のうち、前年に増発された列車の一部が削減された。この年、 小学生向けの修学旅行用電車として運転する目的で設計された2100系青空が運転を開始した。奈良元気鉄道との直通特急に従来運行されていた京都駅近畿日本奈良駅の他京都駅柏原神宮駅駅間の系統もに往復設定された。途中停車駅は丹波橋駅、大和西大寺駅、近畿日本郡山駅、平谷駅、 近畿日本田原本駅と大和八木駅か原神宮駅駅間の各駅であった。この系統には主に820系が使用された。名阪乙特急も名阪港特急と同様に中川短絡線経由となり、伊勢中川駅は通過となった。このため、名阪乙特急との接続用の伊勢中川駅宇治、山田駅間の区間特急は、境乙特急。 または、名誉四特急に変更された。また、名阪四特急の区間運転として、上本町駅近畿日本四日市駅間の列車が、一往復設定された。さらに、特急車の編成方向の定位が、従来の山田線基準から名古屋線基準となった。直後の4月8日、鈴鹿線の鈴鹿市駅平田町駅間が開業した。同時に、神戸線を鈴鹿線に、 伊勢神戸駅を鈴鹿市駅に改称した。名張駅伊賀か三駅間の複線化及び東海道新幹線建設の関連工事として実施していた奈良電気鉄道京都駅の高架化が竣工したことによるダイヤ変更を実施した。この変更では特急列車関連では名阪高特急は1時間ヘッドで運転されるようになった。その他の列車関連では 上本町駅、松阪駅、宇治山田駅、上本町駅に、専業列車が設定された。近畿日本鉄道への合併直前の奈良電気、鉄道線関連では、京都駅柏原神宮駅駅間の特急が増発されるとともに、京都駅天理駅間に急行が新設された。南大阪線関連では、準急と停車駅が同じながら、急行と名乗っていた大阪阿部の橋駅。 河内長野駅間の休行が、順急に解消されると同時に、新たに、同区間の休行が設定された。また、大阪安倍伸橋駅発の普通河内、松原駅業の設定が廃止された。直後の10月1日にて、奈良電気鉄道が、近鉄に九州合併され、近鉄は、京都府にも、路線を有することとなった。これにより、山と災害寺駅を介して、奈良線、 京都線と京阪との間で、運転の直通列車は3車乗り入れから2車乗り入れとなった。この年、特急車の1万1400系と、南大阪線の新ラビットカー6900系が、運用を開始した。湯の山線が3月1日に、改め期された後、当日より、名古屋線と直通運転を開始した。当時は主に準急列車が直通しており、湯の山線内でも、 通過駅のある、準急運転が行われた。また、名古屋線、山田線の直行列車が廃止された。直行列車の代替として、桑名駅以南に普通列車を設定したが、近畿日本や富江桑名駅間は、日中の普通列車の運転がなくなり、準急を近畿日本長島駅に停車させて保管した。さらに直行停車駅で、準急通過駅であった。 近畿日本下2駅にも準急が停車するようになった。2020年現在も継続している宮町駅への近畿日本名古屋駅発着急行の停車も1960年からこの変更までの間に開始された。なお直前の3月10日には名古屋線の江戸橋駅通駅間が複線化され、名古屋線の単線区間は雲津川分岐信号場伊勢中川駅間のみとなった。 直前の7月23日に、氷炭山駅近畿日本生駒駅間の建築限界拡大工事及び新イコトンネルが竣工したことに伴い、8月3日にダイヤ変更を実施した。生駒トンネルを使用停止し、新たに新イコマトンネルを使用開始したことにより、奈良線大型車の運行可能区間を 上本町駅近畿日本生駒駅までに拡大した。8000系が投入された効果もあり、同区間の普通列車の所要時間は、変更前と比較して5分短縮された。また、京都線、柏原線では、平日の特急が一旦廃止された代わりに、急行が増発された。なお、新生駒トンネル使用開始により、7月23日に、穴車、A 坂駅を廃止し、 石切駅を限界拡大工事により一足先に廃止した和潮トンネル跡地に移転した。当初は仮ホームであったが、同年12月26日に退避線が設置された。このダイヤ変更では、同日の東海道新幹線の開業に伴って、特急ネットワークを再構築し、特急運転線区に京都線、柏原線の全線にも特急が運転を開始した。 この特急は、京都からの伊勢連絡特急を兼ね、大和八木駅で、堺内特急に、相互接続を取るダイヤとした。なお従来運行されていた、京都線の料金不要特急は、丹波橋駅にも停車していたが、有料化に伴い通過となった。また、この変更の直前に、富尾駅、生駒駅間のトンネルである新向田に、トンネルが開通したことにより、 奈良線全線の建築限界拡大工事が進行し、大型車は奈良線全線で運転が可能となったため、奈良線特急は中型車の800系、820系から900系、8000系に置き換えられ輸送力を上げた。1時間あたりの運転本数は、それまでの特急2本、急行4本から、特急、急行とも3本に変更された。 この時点の奈良線ではまだ小型車及び中型車の運用も存在していたが、1972年変更までに順次大型車に置き換えられた。この日、伊賀線の西名張駅伊賀神戸機関が廃止され、その保証を兼ねて、卑怯が丘駅が開業した。また従来の通勤休校が区間休校に解消され、従来の区間休校は、 区間休行に格上げ、または準急に格下げされて消滅した。日中にも上本町駅伊賀神戸機間に区間休行が毎時一本設定され、区間休行は上本町駅松坂駅間の列車を含めて機械が丘、引きの両駅に追加停車した。また同日付で、で、ニエコマ電鉄が近鉄に九州合併され、旧シニエコマ電鉄の田原本駅は、 西田原本駅に改称した。その関係上、近畿日本田原本駅は田原本駅に改称された。この関係で、山和最大寺駅西田原本駅間の改装列車や、少数ながら改装兼用の普通も設定された。なお、近畿日本生駒駅についても近鉄単独の駅となったことから、伊古駅に、市議工作線は西市議工作線に改称された。 直後の10月30日には、天理駅が現在地に移転し、天理線の営業距離が 0.2km 短縮された。京都駅近畿日本奈良駅間で特急が運転開始した。当時は近畿日本奈良駅はノンストップ、京都駅は大和西大寺駅のみ停車していた。上記の軽京特急の間合い運用で運転を開始した。直後の12月10日には、 名古屋線に富吉駅が開業した。本変更では、大和西大寺駅の移転、吉野線、小し野の駅の列車交換設備の完成とそれによる特急ネットワークの拡大によるダイヤ変更を実施した。特急関連では、奈良県の観光地の一つである吉野への定期特急を大阪安倍の橋駅から新たに設定し、その特急用車両として16000系が、 投入された。この特急は一部を除き、柏原神宮駅駅で京京特急と接続するダイヤとした。この変更から、京名特急は上下とも大和西大寺駅に停車するようになった。大阪線では、上本町駅市議山口駅間直通列車について、平日の運行を取りやめ、休日の未準急としての運行とした。南大阪線では、 準急の停車駅に、はじの里駅を追加し、朝夕ラッシュ時のみであった藤寺駅折り返しの、普通を日中にも運転するようにした。これにより、藤寺駅園に直通する普通は激減した。また、大阪安倍伸橋駅吉野駅間直通列車は、早朝、深夜を除き、準急から急行に格上げされた。同日にて、大阪線の里駅が、 坂木原温泉口駅に改称された。さらに直後の4月1日には、三重電気鉄道が近鉄に吸収合併された。このダイヤ変更でも、特急ネットワークを拡大し、新たに、四川区の湯の山線にも上本町駅と近畿日本、名古屋駅から湯の山駅発着の特急を新設した。この特急は、全列車名阪を特急の時刻を流用したため、 同列車は一旦廃止した。なお、この変更で、境、名医特急が少数増発され、前車は13往復、後車は16往復となった。特急関連では、近畿日本名古屋駅発着特急のうち、名医四特急が大幅に増発された。この増発分は、名阪特急の編成量数減少で捻出された、車両が主に充当され、 一万百系も本格的に名医特急で使用されるようになった。また、この変更から近畿日本名古屋駅宇治山田駅間で名移行特急が新たに設定された。南大阪線では先の3月18日変更で大半を急行として設定していた大阪阿部伸橋駅吉野駅間直通列車についてをこの変更で再び一部準急に戻した。 同年には先日の1万6000系のほか、1万8000系が運用を開始した。大阪線の朝ラッシュ時、準急2本を区間急行に格上げし、急行と区間急行を合わせて約10分間隔とした。また、大阪線の上本町駅側では、混雑時の準急を約10分間隔、普通を約5分間隔とした。通勤時の混雑対応のため、 ほとんどの路線で増発、増欠、車両の大型化が行われた。この変更で、朝ラッシュ時にあった上本町駅発水戸駅行きの、普通が高安駅行きに九州統合という形で廃止された。このダイヤ変更では、京都方面からの伊勢直通特急が新たに新設され、その専用車両として18,200系が運用を開始した。この年の1月20日には、 特急料金制度を三角表示方式より、待機路線に変更した。また、車両面では18,200系以外にも2,470系、1,800系、2,400系がそれぞれ運用を開始した。京都線、奈良線、南大阪線を中心に、ダイヤ変更が実施された。この日丹波橋駅に、近鉄線内列車専用の5.6番線が新設され、 丹波橋駅では、特急、京阪直通以外の急行、準急は5.6番線使用、普通と京阪直通が従来通り2.4番線、使用に改められた。京都線の準急停車駅を、新田辺駅南角駅停車から、丹波橋駅南角駅停車に変更した。また、京阪三条駅近畿日本奈良駅間の直通列車を、従来の朝夕準急、 昼間普通から朝夕急行、昼間準急に変更した。奈良線の大型車両化が進むにあたって、当時大型車が運用不可能だった上本町駅、天理駅間の準急は、約15分間隔から30分間隔に、減便された。南大阪線では、大阪阿部の橋駅、八田駅間の普通列車が朝ラ主事を除き、河内天美駅まで延長された。 直前の3月20日には、奈良線の一部特急列車で6両運転が行われたが、地上時代の近畿日本奈良駅が4両編成までしか対応していなかったため、山と最大寺駅で増結解決が行われた。3月には、南大阪線の準急でも最大7両編成の運行が行われたが、当時の古市駅は移転前であり、4から5両分のホームしかなかったため、 二段停車を行った。時刻の変更は小規模に止まったが、名阪高特急のうち、夜間の上本町発及び近畿日本名古屋発の二往復が名阪大津特急に格下げされた。これにより、約二年ぶりに名阪大津特急が設定された。新の口短絡線と大和八木駅大阪線ホームへの対比線、折り返し用の渡り線設置。 大阪線伏線化工事の進捗、近畿日本名古屋駅の4面5線化等の工事の完了により変更が行われた。本変更の特筆点は、特急の一部に多層建て列車が設定されたことである。親子列車の対象になったのは、湯の山特急と敬意特急で、前者は上本町駅、近畿日本名古屋駅発着ともに、大阪、名古屋線内を名阪を特急と、校舎は、 山和八木駅宇治山田駅間をよ四特急と連結して運行する形態をとった。なお、経営特急は、この変更で、山和八木駅構内の八木短絡線経由からさらの、口駅山和八木駅間に新設されたさらの口、短絡線経由に変更され、電圧切り替えも山和八木駅の大阪線ホームで行うこととなり、スイッチバックを廃止した。その他特急関連では、 名阪を特急が大幅に増発され、高特急と同様に終日1時間間隔での運行となり、高特急の補助として途中停車駅からの名古屋、大阪総合間の利便性を向上させた。また、万位特急にも上本町駅う治山田駅間で途中鶴橋駅と伊勢市駅のみに停車する高特急が設定されるようになった。これまで伊勢市駅には、 宇治山田駅の特急のみ停車していたが、宇治山田市発の特急も停車するようになった。なお、名阪、名医の両特急を主体に運用していた1100、経営は、この時期前後より境特急にも、本格運用されるようになった。一般列車では、大阪線の急行が、大和高田駅、桜井駅、灰原駅に停車するようになり、区間急行との違いが、運転区間の他は、 企郷が、岡駅、美木駅への停車の有無だけとなった。上本町駅発着の市議線直通の準急、普通が廃止され、市議線は、この変更以降現在に至るまで、線内運転が原則となった。また、ユーラッシュ時の上本町駅、八木西口駅間運転の準急が消滅し、前述の経緯特急とともに、八木短絡線を通過する営業列車は全廃された。 大阪線では、大和高台基準級、伊賀神戸駅基準級、南大阪線では、高田市駅基準級、名古屋線では、近畿日本下に駅普通、近畿日本八田駅普通などの設定が廃止された。これにより、大阪線準級は、最長が名張駅までに短縮となった。奈良線では、東花園駅が、東花園車庫を開設した、関係上、 臨時駅から大比線付きの常設駅に昇格した。これにより、八戸の里車庫は廃止され、八重の里駅折り返し列車は原則として、東花園駅、または、氷炭山駅まで延長され消滅した。また、奈良線の特急に加え、一部の急行、準急列車でも6両運転が行われた。名古屋線では、近畿日本名古屋駅近畿日本。 やと駅間折り返しの普通列車が近畿日本やと駅以南に延長され、同駅と桑名駅との間に普通列車の運転がない、現象は消滅した。このダイヤ変更より、富吉車庫が開設され、塩浜車庫及び米野車庫所属車両は同車庫に転属となった。同時に、伊勢朝日駅が準急停車駅となった。この変更では、 始発列車の繰り下げも同時に実施され、午前4時台に始発駅を発車する列車が消滅し、すべての列車が5時以降の発車となった。この変更と同時に、奈良線の東生駒駅予定地の対比線、引き上線が完成、同時期に生駒駅の対比線が廃止された。直後の翌1968年3月20日には、東生駒駅が開業し、 上本町駅からの伊駒駅折り返し列車をすべて東伊駒駅折り返しに延長した。東伊駒駅開業前後で奈良線列車の時刻は変更されず、本変更時から同駅開業まで伊駒駅折り返し列車は東伊駒駅予定地の引き上線を使用し、東伊駒駅対比列車は運転停車の形を取った。ところで、1964年に、 東海道新幹線が改良して、以降、名阪間のシェアは、急速に東海道新幹線に奪われるようになった。その打開策として、近鉄の特急用車両としては初めて回転式、リクライニングシートを備えた12000系、スナックカーが投入された。同社には、スナックコーナーが設置され、名阪港特急に限って、名古屋とホテルによる軽食のシートサービスを開始した。 この変更では、近畿日本丹波橋駅が本格開業し、京都線の京阪電気鉄道京阪本線を呼び、宇治線への直通運転が廃止された。同時に、この変更より特急を除き京都線に大型車の運転が開始された。奈良線とは違い、京都線ではすでにこの時までに大半の区間で大型車が運行可能な建築限界であったため、 大型車導入による工事はあまり行われていなかった。上本町駅伊賀神戸機間の区間急行の一部を全校的に阿ホ駅に延長した。上本町発の区間急行では18時台と22時台の2本が延長された。なお直後の9月21日には奈良線、京都線、柏原線、天理線、生駒線、田原本線で河川電圧が これまでの直流600ボルトから直流1500ボルトに昇圧された。鳥羽線の宇治山田駅、伊鈴川駅間開業によるダイヤ変更で宇治山田駅発着の一部列車が伊鈴川駅まで延長された。特急では堺特急を中心に延長され、名特急は宇治山田駅発着とされた列車が多かった。同時に大阪線と山田線の特急停車駅のホーム、 延長工事が完了し、同変更から特急の8両運転が上本町駅、伊豆津川駅間で可能となった。直前の12月9日、奈良線の近畿日本奈良駅付近が地下化され、油坂駅が廃止され、新大宮駅が設置された。油坂駅は急行、準急の停車駅であったので、新大宮駅もそれを引き継いだ。これに伴い、六両編成列車が、 近畿日本奈良駅まで乗り入れ可能となり、一部列車の時刻修正が行われた。また、島線では、改め期工事のために、直前の12月10日より運休することになった。この年、ダイヤ変更を待たずに12,200系と18,400系がそれぞれ営業運転を開始した。伊津川駅と馬駅間の延長による飛ば線の全線開業。 島線の軌道拡幅工事の完成、南波線の開業などのビッグプロジェクトが一気に完成したことにより、大規模な変更を行った。本変更を実施するにあたり、特急車だけでも1969年から1970年の2年間で80両以上製造した。増備の目的は、新線開業による特急ネットワークのさらなる充実及び、近鉄名古屋駅、 京都駅への観光客や日本万国博覧会の観覧客をさらに伊勢、島地区へ誘致するために列車設定を大々的に行った。特急の運行形態が大幅に変更され、大阪側では名阪港特急は全列車が、その他の上本町駅発着の特急は一部が上本町駅近鉄難波駅間で延長された。伊勢側では ユーラッシュ時以降を除き宇治山田駅、石津川駅発着の特急を、鳥羽駅及び、賢島駅発着に延長した。また、内特急が新たに一を往復設定された。本変更の時点でも大阪線に単線区間が開催しているため、内特急も経緯特急同様に、山和八木駅賢島駅間は、境内特急と並列運転されていた。鳥羽線内では、 特急は8両編成での運転が可能であったが、島船内では6両編成に制限された。なお、上本町駅伊鈴川駅間運転の、境内特急が一往復のみ残存していた。万位、名以降特急は、伊勢市駅が通過となった。この時、定期特急にも、パールズなどの愛称が付与されたが、数年で使用を中止している。京都線内では、 特急の20分間隔化が実現され、基本的には昼間時では、京都駅毎時0分が、京奈特急、20分発が京伊特急、40分発が京京特急の発車枠となった。一般列車では、上本町駅発着の奈良線全列車が、南馬線に直通することになった。島線では、改め機工事以前に設定していた、列車と準急列車は廃止され、 特急と普通のみの運転となった。また、大阪線、名古屋線から山田線に直通する急行は、一部列車が、伊豆す川駅及び、鳥羽駅発着に変更された。山田線の普通の一部も鳥羽線、島線への延長運転を実施した。大阪線急行の停車駅に帰郷が、岡駅が、区間急行の停車駅に室岡口方の駅、赤目口駅。 青山町駅が追加された。伊賀神戸駅発着列車の大部分が青山町駅発着に延長された。ただし、日中の区間急行は運用の関係上、上本町駅発の列車は、名張駅止まりとし、名張駅で普通列車と連絡することにした。また、上本町駅松阪駅間の区間急行は、美木駅を通過とした上で急行に変更されたため、 区間急行の最長運転区間は、上本町駅青山町駅間となった。このほか同年3月1日に、駅名の解消が行われ、湯の山駅は、湯の山温泉駅に、柏原神宮駅駅は、柏原神宮前駅に、阿保駅は、青山町駅に、初代の島磯部駅は、上野号駅に、狭間駅は2代目の島磯部駅に、 近畿日本の冠名を称していた駅名は近鉄の冠名に変更した。同年8月1日には吉野線の立花寺駅が飛鳥駅に改称された。なお、1970年3月の変更は3段階に分けて行われた。まず駅名改称と同日の3月1日に鳥羽線が開業、また島線の改め機が完成し、 上本町駅地下ホームの使用が開始された。暫定ダイヤが編成され、上本町駅、京都駅、近鉄奈良駅、近鉄名古屋駅から、賢島駅への特急の直通運転が開始された。また、南馬線内は乗務員の就職を兼ねて、改装扱いとされた。3月15日には、南馬線が開業し、営業が開始された。 その後3月21日に前述した大規模な変更が行われ、近鉄南馬駅への大阪線特急の乗り入れが開始された。上本町駅伊鈴川駅間運転の境内特急が宇治山田駅発着に変更された。これ以降、50鈴川港の特急は異常時を除き、設定されていない。また、早朝、夜間に近鉄名古屋駅松阪駅間の特急が、 増発された。当時、京奈特急と京京特急が京都駅山と最大寺駅間で並結運転される事例が休日の京都駅発一本のみあった。この年、日本で初めての4、扉クロスシート車の2600系が申請され、大阪線で運用を開始した。近鉄4日一駅高架化工事進捗により、湯の山特急は、 上本町駅及び近鉄名古屋駅からの直通を一時中止し、湯の山線内運転に変更した。これにより、名誉津特急が一往復半松坂駅発着で設定された。また、近鉄名古屋駅発着の準急の直通も廃止された。同駅の高架化工事は1974年7月3日に完成した。工事中は、 近鉄四日市駅での名古屋線の上下退避線が撤去されるため、桜川駅に退避線を設置して代替した。12月25日には、鳥羽線の宇治山田駅、鈴川駅間が複線化された。これに関連して、宇治山田駅での鳥羽線列車の折り返しを円滑化するため、宮町駅に折り返し列車用ホームを設置した。同年には、近鉄の通勤車両としては、 初めての冷房車となる2680系が投入され、大阪線、名古屋線で営業運転を開始した。本改正では、奈良線区を中心に変化があった。特急列車関連では、この改正で、内特急が軽緯特急に変更され廃止された。同時に極く少数ではあるが、京都線内のみ運行する軽な特急として、途中無停車の山と災害時駅発、 京都駅行き特急が3本設定された。また、名古屋線の特急停車駅のホーム延長工事が完成し、同線の特急は最大8両編成までの運転が可能となったため、名阪オッツ特急や名移行特急、オッツ特急の一部に8両編成の運用が設定された。一般列車関連では、奈良線の料金不要の特急が列車種別を快速急行に変更し、 学園前駅、生駒駅に停車するようになった。ただし平日朝ラッシュ時の近鉄南馬駅行きは、快速急行の列車種別のまま、学園前駅と生駒駅を通過した。同時に、奈良線の数少ない中型車運用であった、近鉄南馬駅天理駅間を直通する準急も廃止され、 奈良線の一般列車は当時小型車及び中型車で運用していたい駒線への回送列車と、大和最大寺駅近鉄奈良駅間の京都線、柏原線からの一部直通列車、近鉄南波駅天理駅間で運転の臨時列車、玉川工場への入り出場列車、また18,200系、18,400系を使用する特急を除き、原則として大型車での運用となった。 また8両編成での運転も混雑時の快速急行で開始された。なお、1970年変更から近鉄奈良駅23時35分発で不正規普通が存在したが、この変更で東花園駅となり消滅した。名古屋線準急の停車駅に富吉駅が追加された。このため、途中停車駅を一駅も持たない系統であった。 近鉄名古屋駅近鉄カニエ駅間の準急が、富吉駅までの運転区間延長で消滅した。なお同じく途中停車駅を一駅も持たない、一般優等列車である大阪阿部の橋駅、古市駅間の急行は、当時から運行されており、2018年3月17日のダイヤ変更まで存続した。直前の7月16日には、 名古屋線の雲津川分岐伊勢中川駅間が複線化され、名古屋線は全線複線化された。直後の11月22日にて、京都線に高野原駅が開業した。今川駅の上下共用通過線及び河内奄美駅、下り対比線設置に伴い、南大阪線、吉野線系統のみ、ダイヤ変更が実施された。 南大阪線では休行の停車駅が変更され、従来は現在の区間休行と同様、浮穴駅、坊城駅、柏原神宮、西口駅にも停車していたが、この変更で3駅は通過となった。また、平日朝の通学用として運行されていた、大阪阿部伸橋駅20日町美駅の準急が廃止された。この準急は他の準急とは別に設定されており、 途中屋台機のみ停車していた。920系同年には、大阪線、名古屋線の通勤車両として、4、扉クロスシートの2610系及び、ロングシートの2800系、また、以下3系列は、旧型車からの危機器流用ではあるが、1000系と、その冷房車版の初代1200系が、また、京都線、柏原線では920系が、 それぞれ営業運転を開始した。一般列車では一部列車時刻、行き先、編成量数の変更程度の小幅なものとなったが、この変更で、奈良線にも座席指定の特急が運転されることになり、近鉄南波駅京都駅間に3往復設定された。停車駅は、奈良線内は、快速急行の停車駅より、近鉄日本橋駅を除いただけとなったが、学園前駅、 生駒駅や大阪下町の鶴橋駅、上本町駅と京都との間へ乗り換えなしで、直通できる数少ない列車であった。逆に、大和最大自発京都駅特急は廃止された。前日9月20日の柏原線、天理線の軌道中心間隔拡大工事の完成によるダイヤ変更が実施された。特急では経営、京京、京難、番系特急の車種制限がなくなり、 一万百系や一万二千二百系などが運行可能となって車両運用の効率化を図ることが可能となった。この改正から近鉄南馬駅近鉄奈良駅間にも半ン特急が4往復設定されバ系特急も4往復に増発した。これに関連して京京京な特急もさらなる増発となった。奈良線の一般優等列車の本数が見直され日中 従来は、快速急行、急行各3本であったものが、快速急行5本、準急3本に変更された。なお、急行については朝ラッシュ時のみの設定に変更された。特急が運転されている時刻は、快速急行の運転間隔が20分に開いていた。柏原線と天理線では、軌道中心間隔拡大工事の完成で900、軽以降の大型車も、 入線可能となり、小型車及び中型車の大型車への置き換えを開始した。ただし、田原本線への送り込みの関係で、山和最大自駅にした原本駅間の列車は、この変更以降も小型車及び中型車の限定運用のままであった。南大阪線では朝ラッシュ時に、梶原神宮前駅発大阪阿部野橋駅行きの区間急行が設定された。停車駅は、 1972年12月12日変更までの休校と同一のものであった。同年には、奈良、京都線の通勤車両としては、初めての冷房車となる8600系が営業運転を開始した。翌1974年2月には、近鉄時刻表の発行が開始されたが、当時は早朝、深夜の列車などの一部の例外及び普通のみ、 運転の視線区を除き、原則として、準急列車以上の列車のみが掲載されていた。なお、別に、主要駅の駅時刻表も掲載されていた。初発行となった1974年号での列車時刻の掲載内容は、この1973年9月21日変更時点での列車ダイヤを元にしたものであった。ハンナ特急が好調だったため、 近鉄奈良駅発8時台と近鉄南場駅発21時台に一本ずつ増発され、ご往復となった。同年の6月1日には養老線にオートバイ機が開業した。当初は朝夕の通学時間帯のみ停車した。また、観光の利便のため、朝の桑名駅養老駅間に休行を設定した。同年の7月20日に、運賃、料金が改正され、 運賃制度を一部区間を除き区間制であった運賃を現行の待機路制に変更した。これにより近鉄南場駅近鉄名古屋駅間の運賃は国鉄の名古屋駅から新大阪駅間の運賃よりもわずかではあるが高くなった。同年7月の近鉄4日市駅高架工事の完全竣工により3年ぶりに湯の山と急が上本町駅発着1往復。 近鉄名古屋駅発着一往復再開された。ただし1971年改正以前とは異なり、同駅の線路配線は変更した。関係上、名阪オツ特急との並結運転は行わず、単独で設定し、上本町駅発着列車は、運転を開始した1965年から1967年までと、同様に近鉄名古屋駅発着列車を、 湯の山温泉駅発着に変更し、名阪乙特急のダイヤを使う手法を取った。近鉄名古屋駅発着の列車は筋を、名阪乙特急とは別枠として完全に分離した。なお、船内運転の特急も一部継続となり、湯の山船内の特急は平日6往復と休日7往復となった。一方で、以前運行されていた近鉄名古屋駅湯の 山温泉駅間の湯の山線直通準急は復活しなかった。このほか山和最大寺駅近鉄郡山駅折り返しの普通がこの変更で廃止された。また、この時期に大阪線複線化工事の進捗により、名張駅以外上津駅間と酒木原温泉口駅、伊勢中川駅、宇治山田駅間折り返しの普通も消滅した。同年には、 南大阪線系統の通勤車両としては、初めての冷房車となる6200系が、営業運転を開始した。その一方で、大阪線、山田線を中心に運用され、1959年12月12日変更以降は、名古屋線、鈴鹿線、後に、湯の山線でも運用されていた2200系は、この年に営業運転を終え、一部電動化車になった。 車両を除き廃車となった。また、680系は特急車のまま名古屋線に転属し、翌1975年に一般車に格下げされた。不正規付近高架加工時の進捗により、大阪線特急の近鉄南馬駅、上本町駅発時刻が約2分繰り上げられた。例えば日中の名阪港特急は、近鉄南場駅十八分発、名阪大津特急は、 上本町駅28分発、バニオツ特急は、近鉄南馬駅38分発とされた。また、大阪線の上本町駅発高安駅行き最終、普通列車が0時42分発から0時30分発に、繰り上がり、一時を超えて、終着駅に到着する列車が消滅した。このほか、名張駅、宇治山田駅間を直通していた、普通列車の多くが、伊勢中川駅で、 系統分割された。同年の7月20日には、名古屋線に新生駅が開業した。また9月14日には、不正駅の奈良線、上り線降下化に合わせて、上本町駅不正期間を、線路別複複線から方向別複複線に変更した。11月23日の新青山トンネルの開通、及び12月20日の鳥場線全線複線化により、 12月21日に時刻修正が行われた。この年、南大阪線の6601型が運用を終了し、廃車となった。今回の変更は、近鉄の長年の懸案であった大阪線全線の複線加工時の完了のほか、鳥羽線全線の複線加工時の完了により、大規模な変更を行った。また、このダイヤ変更からは、 規模の大小を問わず、主に3月に実施するようになった。特急関連では、境特急の増発と経緯特急の全区間単独運転化が達成された。なお、島線で運転する特急は、旅客流動や車両運用の効率化の観点から、基本的に、境、名医の高特急及び経緯特急のみとなった。これにより境を特急は、定期列車では、 とば駅までの運転となりしませんには入らなくなった。また、特急の最大連結量数が原則として8両編成までとなり、10両編成で運転する特急は一旦、設定がなくなった。島線関連以外の特急の大きな変更点は、名阪特急の始発駅発車時刻が、高特急は、近鉄南馬駅、近鉄名古屋駅ともに、毎時でふつ特急は、 近鉄南馬駅、近鉄名古屋駅ともに毎時30分となったが、名阪港特急の乗客の減少は著しかったことから、名阪港特急の本数はついにこの変更で削減され、10点の往復となり、同時に1万100系が名阪港特急の運用から離脱し、基本的に全列車が2両編成での運転となった。 名阪オ特急は、この変更より一部を除き近鉄難波駅、上本町駅間で延長運転を開始したが、一方で、境オ特急は昼間時の大阪方の発着駅を上本町駅までと短縮した。その他、途中駅を始発駅及び終着駅とする特急も設定された。なお、この変更で、近鉄名古屋駅山和八木駅間の不定期特急、 大和時号の設定が廃止された。この特急は、伊勢中川駅でスイッチバックし、大阪線内では、東青山駅、西青山駅、赤目口駅、室口大野駅、長谷寺駅に停車する、非常に得意なものであった。一般列車では、この変更で1960年1月変更で、設定された上本町駅近鉄名古屋駅間を、 直通する急行が、伊勢中川駅近鉄名古屋駅間と上本町駅、宇治山田駅間の急行に分割され廃止となった。この列車は、伊勢中川駅でスイッチバックを行っていた。この他には、大阪線三間部区間の普通列車の運転形態が見直され、従来は、名張駅伊勢中川駅間で設定していたものを、名張駅青山町駅間と、 東青山駅伊勢中川駅間に、系統分割し、青山町駅東青山駅間は、急行、区間急行を停車させることとなった。上本町駅松坂駅間の列車は、1970年以降、急行として運行されていたが、この変更で、再び区間急行に変更された。名古屋線の急行停車駅に、近鉄八富駅を追加するとともに、 日中の近鉄名古屋駅平田町駅間の列車を、準急から急行に変更し、近鉄名古屋駅発着の急行は、毎時3本の運行となった。大阪線の上本町駅発高安駅行き最終、普通列車が0時12分発にさらに繰り上がった。奈良線や南大阪線でも、最終列車の繰り上げが行われた。奈良線では、 平日はらし主事の近鉄南場駅快速急行の全列車が学園前駅、生駒駅に停車するようになり、大和災害時駅、鶴橋駅間ノンストップの列車が消滅した。通過駅の救済として同時間帯に急行を設定していたが、同時に廃止され、近鉄南場駅近鉄奈良駅間の急行は1978年まで一旦消滅することになった。 内部線、八王子線では、日中は、各線20分間隔から25分間隔の運行に変更した。その八王子線は1974年7月25日の豪雨で普通となっていたが、1976年4月1日に、日永駅西日野駅間の運転が再開、西日野駅伊勢八王子駅間は復旧されずに、同日付で廃止となった。 このダイヤ変更で2200系と1400型が営業運転を終了し、両形式とも電動貨車に用途変更された一部の車両を除き廃車となった。不正駅の大阪線下り線が同年8月8日に高架化されたことにより、一時撤去されていた退避設備が復活した。これに伴い一部列車の時間短縮が行われた。 この変更は全線で実施されたものであるが、主に奈良線区を中心としたダイヤ変更であった。特急関連では、名阪高特急では、前回のダイヤ変更で全列車が基本的に2両編成での運転となったが、その直後の前年11月6日に、実施の国鉄の運賃、料金の大幅な値上げを伴う改定により、運賃は再び近鉄の方が安くなり、 近鉄の近鉄難波駅近鉄名古屋駅間の運賃と特急料金との合算と国鉄の名古屋駅から新大阪駅間での運賃と新幹線自由席特急券との合算とを比較した場合は前日まではわずか90円差であったものが一挙2020円差に広がったこの国鉄の運賃改正以降家族連れを中心に乗客が急激に増えたことから 早くもこれを見直し、一部の列車を3両編成、または4両編成で運転するようになった。また、名阪大津特急などでは、小幅な増発が実施された。一般列車関連では、京都線急行の停車駅に、高野原駅を追加した。その他の線区は一部列車の増発や時刻変更など、若干の変更に止まった。同年には、 特急車両12,400系、サニーカーが特殊狂気線である北勢線では270系が、それぞれ営業運転を開始、2代目ビスタカー1100系の廃車が始まった。大阪線では、急行・区間急行の種別見直しが行われ、急行は、快速急行、区間急行は、区間快速急行にそれぞれ変更して、日中の運転を取りやめた。 日中は今までの休行と区間休行を統合して休行を新たに設定した。灰原駅、名張駅間の各駅には新たに設定した休行を停車させ、日中の準急は名張直通をやめて上本町駅、灰原駅間の運転とした。奈良線では休行を新たに設定し、日中は1時間あたり快速休行5本から、 快速急行3本と急行3本に変更された。なお、不正駅には大阪線と奈良線の急行が停車駅に追加された。特急関係では南大阪線内のみの運転であった一部の特急が吉野駅まで延長された。北税線では日中の運転が西桑名駅あげき駅間の30分間隔から西桑名駅あげき駅間、西桑名駅七和駅、 または北大社駅間、西桑名駅西別所駅間の3系統による40分サイクルに変更された。3万系、ビスタカー3を同年には3代目のビスタカーとして3万、経営、名古屋線の一般車の2000系がそれぞれ営業運転を開始した。また、近鉄名古屋駅の特急発車時のみに流れる発車メロディがこの年に、アニーローリーよりドナウ川のさざ波へと変更された。 新造車両48両の増備と近鉄や大駅付近の高架化及び向島駅開業により内野変更が実施された大阪線では増発及び増結が実施され朝ラッシュ時の一部の準急が高安駅西で7両編成運転となった奈良線関係では快速急行37本が6両編成に夕ラッシュ時の快速急行5本が8両編成で 運転されることにより、早朝の一部の快速急行を除いて、すべて6から8両編成で運転されるようになった。京都線の向島駅は、同年のダイヤ変更後の3月30日に開業し、当時は普通のみが停車した。これにより、準急は、各駅停車区間を、近鉄丹波橋駅南から小倉駅南に変更した。特急列車関係では、 近鉄名古屋駅松阪駅間の特急発本が被災駅にも停車するようになった。ダイヤ変更には間に合わなかったが、京都駅一番線ホーム延長工事の完成により、この年の7月より京都線は特急に限り6両編成の運転が行われるようになった。同年には近鉄では初めてステンレス車体の採用。 および電気子直波制御による改正制度を装備した3000系が投入され、京都、柏原、天理線で営業運転を開始した。一方で、二代目ビステカー1100系は同年までに営業運転を終了した。この他にも2600系が冷房化され、それと相前後して大阪線から名古屋線に転属となった。この年の夏季より、 夏季のみの臨時駅として、ファミリー公園前駅が営業を開始した。新造車両39両の増備と、11駅の駅、改良工事が完成したことなどにより実施された。奈良線では、朝ラッシュ時の混雑の緩和の目的と、鶴橋駅、生駒駅、学園前駅のホーム延長工事が完成したこととにより、平日ダイヤでの一部の快速急行が、 大和最大寺駅近鉄南波駅間で重量編成となった。また朝ラッシュ時の特急一本も平日ダイヤは、大和最大寺駅近鉄南波駅間で重量編成となったが、これは混雑の緩和が目的ではなく近鉄南波駅、到着後に引き乗船で3列車に分割して、運用の都合によるものである。京都線では、特急、急行、普通の各種別が増発され、 9時から21時まで、それぞれ従来の20分間隔から15分間隔で運転されるようになった。特急は京都駅近鉄奈良駅間、急行は京都駅梶原神宮前駅間の系統を中心に増発された。生駒線では朝ラッシュ時、生駒駅南生駒駅間の全列車などで小型車2両から中型車4両に置き換えられ、輸送力の増強が図られた。 南大阪線関係では、準急の増発と普通の運転区間延長により、昼間時には、大阪阿部の橋駅、古市駅、河内長野駅、柏原神宮前駅、吉野駅間の準急と大阪阿部の橋駅、藤井寺駅間の普通がそれぞれ従来の15分間隔から12分間隔で、運転されるようになった。この時刻変更では、吉野特急の全列車が、 高田市駅に停車するようになった。特急関連では、当時乗客の増加が著しい状況であった、名阪港特急の最低量数が3両編成となり、2両編成で運転する列車が消滅した。また、名阪乙特急と同一時刻パターンでの湯の山特急を運行することをやめ、湯の山特急を別枠で設定することした。 これに伴い名阪を特急も1時間間隔となった。湯の山特急については6往復から4往復に削減された。同年には特急用車両として12,400系の3連番となる12,410系が投入され名阪港特急を中心に運用を開始した。一般車では奈良線に初の境地位制御車の8,800系が2 編成投入され、その後0 0 0系、8000系、8400系、8600系など、抵抗制御車の一部の編成が境、g 層制御方式に改造されることになった。変更内容は、比較的、少なかったが、一般列車関連では、平日朝ラッシュ時に設定されていた柏原、神宮前駅発近鉄奈良駅行き急行が、廃止された。また、京都線、 柏原線、天理線での中型車運用が、タワラモト線への改造列車を除いて廃止され、一般営業列車の完全大型車化を完了した。ダイヤ変更には間に合わなかったが、16,010系が落成したのを待って、吉野特急は、同年7月より、平日朝ラッシュ時の一部列車において、南大阪線内のみで6両編成での運転となった。 同年には16,010系の他にも、堺自直派制御車両の第一陣として、大阪線に1,400系が、奈良、京都線に8,810系が、それぞれ投入された。新造車両22両の増備と、京都線5駅のホーム延伸工事が完成したことなどにより、南大阪線関係を除いて、ダイヤ変更が実施された。奈良線の快速急行では、 近鉄奈良初近鉄南馬駅快速急行4本が重量編成になり、これで7時52分から8時50分までに近鉄南馬駅に到着する10本すべての快速急行が重量編成で運転されるようになった。ただし、当時は新大宮駅と近鉄奈良駅のホーム有効庁が8両編成までしか対応していなかったため、 近鉄難波発近鉄奈良駅快速急行4本は、大和最大寺駅近鉄奈良駅間の後ろ2両は、改装とされ、近鉄奈良駅では、ドアカットが実施された。京都線では、朝良主事の急行2本が新田辺駅、京都駅間において6両編成で運転されるようになったが、大久保駅のホーム有効長が5両分しかなかったため、大久保駅では、ドアカットが実施された。また、 京都駅では6両編成の列車一番線8着となった。なお、大阪線は同年5月28日に、京都線では同年6月1日にラッシュ時の一部の列車の編成量数が変更されている。この時、京都線急行は最大5両編成となったため、大久保駅のドアカットは廃止された。同年には特急車両12,600系が、 営業運転を開始、これに伴って、京都、柏原線専用の18000系が営業運転を終了した。通勤車両では1400系の二連番である1200系が名古屋線で、特殊狂気専用の260系が内部線、八王子線で、それぞれ営業運転を開始した。新造車両22両の増備と、駅改良工事が完成したことなどにより実施された。 同年も堺地直波車両の増備が進み、大阪線では1400系の3連番である2050系が、奈良、京都線では8810系の2.3連番である9000系、9200系がそれぞれ投入され、南大阪線でも6600系が投入された。南大阪線では、大阪安倍の橋駅、張中の駅間の高架化工事の徐行が考慮されたダイヤになり、 運転時分が変更された。また、大阪市営地下鉄谷町線延伸の影響で、大阪市内の駅を中心に利用者が減少したため、朝ラッシュ時の運転間隔が、準急は4から7両編成10本から7両、編成9本に、普通は約7分間隔に変更された。これにより朝ラッシュ時に運転されていた、大阪安倍伸橋駅か町天み駅か折り返しの、 運転の普通が激減し、再ピーク時にごく少数が設定されるのみとなった。生駒線では、奈良、京都線への8810系、9000系、9200系の投入に伴い、中型4両編成で運転されていた生駒駅、王子駅間の5往復と2両編成17往復が、900系に置き換えられた。京都線では、平日朝に運行されていた山と最大寺駅、 高野原駅間の普通が廃止された。名古屋線、山田線、鳥羽線、鈴鹿線では、準急列車が廃止されたが、この廃止された準急とは別の準急を、かつて設定されていた直行の停車駅と類似した停車駅で新たに設定した。新しい準急の停車駅は、近鉄名古屋駅と、近鉄カニ江駅近鉄四日市駅間の各駅となった。 日中の富吉駅近鉄四日市駅間では、準急2本、普通3本から準急3本、普通1本の運行となった。また、近鉄名古屋駅宇治山田駅間の普通列車が伊勢中川駅で、系統分割され、近鉄名古屋駅からの普通列車は、伊勢中川駅が難限となった。なお、近鉄名古屋駅5時15分発の鳥羽駅行き準急が消滅したが、この列車は、 近鉄名古屋駅、富吉駅間において、初発の普通列車より先に運行される、優等列車であった。養老線では、10時前後に、桑名駅発養老駅業で一本だけ、運行されていた急行が廃止された。特急列車関係では、湯の山特急の大阪側のダイヤが変更され、上本町駅近鉄難波間で、延長を運転した上で、近鉄難波駅白子駅間で再度、 名阪を特急と並結運転となった。湯の山特急は4往復から3往復に削減され、近鉄名古屋駅発の列車が消滅した。ただし、逆方向の湯の山温泉駅発、近鉄名古屋駅業は1本残り、この状態で1997年まで続いた。また、吉野駅発大阪阿部の橋駅業特急の初発が、 吉野駅6時13分発から5時30分発に繰り上げられ、これまで近鉄で一番早く特急が発車する駅であった松阪駅より早くなった。これは平日は2001年、土休日は2011年に再び松阪駅に戻るまで続いた。この変更では特急の1号車のうち1から32番の座席に近縁席を設定した。この年、 南大阪線に新形式の6600系が投入された。一方で、元特急車の2250系が運用を終了し、一部は電動滑車に改造された他は同年までに廃車となった。また、養老線の車両の二度目の体質改善が図られ、5820型などが廃車となった。さらに南大阪線の6411系も、 営業運転を終了し廃車となり、南大阪線から吊り掛け駆動車両が全廃となり、さらなる吊り掛け駆動車両の淘汰が行われた。なお、同年11月30日には、田原本線にサミタ川駅が開業した。一方で、同年9月1日にて、東市議工作線が廃止された。初代1250系の1420系。 開番後新造車両22両の増備と、駅改良工事が完成したことなどにより実施され、大阪線では7時40分から8時50分までに、上本町駅に到着するすべての普通が6両、編成化され、奈良線では朝混雑時の準急が8両編成となるなど、ほとんどの線区で増結が実施された。このほか、名阪港特急が2往復増発された。同年には、 河線電圧 1500V の鉄道線としては、日本初の VVVF インバータ制御車両となる1250系が投入され、大阪線で営業運転を開始した。その代替として1954年に落成した1450型が、翌1985年に廃車となった。大阪線六駅、京都駅2駅、リコ線2駅の改良工事の完成によって、 南大阪線関係を除いて、ダイヤ変更が実施された。大阪線では、上本町駅、大和高田駅、名張駅などのホーム延伸工事が完成し、この変更によって、快速急行が重量編成で運転を開始した。京都線関係では、京都駅2.3番線、高野原駅のホーム延伸工事の完成及び、大久保駅の高架化に伴う仮駅化により、 ダイヤ変更が実施され、増発や増結が実施された。ファミリー公園前駅では夏季などの催し物開催中に限って臨時停車していたが、日中のすべての普通が停車するようになった。生駒線では、萩野大駅と市議参加駅の行き違い施設が完成し、朝夕ラッシュ時の生駒駅王子駅間の運転間隔が20分間隔から15分間隔に変更された。 湯の山線では、早朝、深夜の小物駅折り返し列車が、湯の山温泉駅発着に延長され、湯の山線の普通列車は全列車が、近鉄四日市駅湯の山温泉駅間の運転となった。本変更では、大阪線の一部の朝ラッシュ時の快速急行のほか、区間快速急行でも上本町駅名張駅間で重量編成となる列車が、運転開始した。 奈良線では急行の停車駅に意識利益を追加した。この時刻変更と前後して3200系が営業運転を開始した。ただし、3200系は他の車両と連結ができないため限定運用を組むことを原則とした。また南大阪線では6400系が営業運転を開始し、6800系ラビットカーを順次置き換えた。なお、 これらに形式では、車体塗色が、これまでのマルーン単色から、マルーンレッドとシルキーホワイトの新塗色に変更され、既存の通勤車両についても、順次新塗色への変更が行われるようになった。直後の3月27日には、養老線に北神戸駅が開業した。内部線、八王子線でダイヤ変更を行った。浜田信号場を廃止し、日中は、 各線25分間隔から30分間隔に変更した。東大阪線が開業した。当初は大阪市営地下鉄中央線の全列車は直通せず、日中の列車のうち4本に1本は大阪公駅長田駅間の中央線、内折り返しとされた。この開業に合わせて、近鉄では7000系を8編成投入し、中央線からは20系、30系、 50系が乗り入れるようになった。なお、東大阪線では建設費回収のため、加算運賃が設定された。同日より、プリペイドカード、パールカード及び回数乗車券、引き換えカード、パールカード11の発売を開始した。この時開業した、東大阪線の列車の時刻を収録するのを機に、近鉄時刻表が刷新され、1986年秋、 東合より大きさを B5 班に変更し、同時に東大阪線以外の普通列車も全列車が掲載されるようになった。ただし、この時点では一部の駅の時刻が従来発行した時刻表と同様に未掲載のままであった。大阪線では高速、伊勢島号が廃止される一方で、日中、夜間を中心に、奈良線関係では朝ラッシュ時に、 京都線では夜間に増発が行われた。南大阪線関係では、大阪阿部の橋駅から長野線直通列車が増発されるとともに、日中の道明寺線は30分間隔から20分間隔に変更された。この外野変更では、大阪線、生駒線、田原本線、名古屋線で実施された。大阪線では、五井道駅の改良工事が完成し、五井道駅が 区間快速急行、急行の停車駅になった。生駒線では、萩野台駅に折り返し設備が新設されたことにより、生駒駅南生駒駅間の普通が、生駒駅萩野台駅間に変更された。また、奈良線の接続のために時刻変更が実施され、田原本線でも一部の列車の時刻が変更された。名古屋線では、日宿日を除いて、 東京方面からの新幹線との接続を図るために、近鉄名古屋発追記特急、近鉄名古屋発近鉄四日市域急行が、それぞれ一本増発されるとともに、近鉄名古屋発富吉き普通が、桑名駅普通に変更された。なおダイヤ変更当日、東大阪線生駒トンネル火災事故が発生している。南大阪線関係では、大阪阿部野橋駅、 は中の駅間の高架かと岸駅、富田林駅間の複線化によって、京都線では、山和西大寺駅の構内配線変更工事の、竣工、武田駅の移転と、大久保駅の高架化工事完成による、対比設備の新設とホーム延長工事の実施によって、ダイヤ変更が実施された。これにより、南大阪線では6本が増発、古市駅とんだ駅間では、 最大7両編成で運転できるようになり、古市駅で実施していた増解決が一部廃止された。京都線では、日中の京都発山と最大地域普通の、急行対比駅が新田辺駅から大久保駅に変更された。また、大久保駅の高架化工事完成に伴い、京都線急行の6両編成運転が再開された。ただし1八十二年当時と異なり、 京都駅山と最大寺駅間の全線で6両編成の運転である。また、京都線の準急の一部も京都駅から新田辺機関で6両運転が開始された。このダイヤ変更の1ヶ月前より3200系が中間車を増備して6両編成になり、京都線の急行や準急奈良線や柏原線の一部列車の他に京都駅から新田辺機関の普通でも、 運用されるようになった。同年には、大阪、名古屋線で、VVVF 車両の量産形式となる1220系及び2代目1250系が投入された。なお、この年に680系が、全車廃車された。ありがとうございます。